ミさんどうも人と人とのコミュニケーションにはやっぱりね誤解という溝が生じるものでございますでもその誤解であればこそその誤解の溝を埋めることができるんでね、えー、一進一退ではないですけども何かをすればこうそこに対しての埋めるべき溝とかね縮めるべき距離っていうのがあるんで まあ雨降って字固まるほど大げさではないかもしれませんけども、やっぱこういうことを繰り返していくのがね、やっぱ信頼を積み上げるってことなのかなと思います。あのビジネスに例えても、やっぱお客様からのクレームって、お客様と仲良くなるチャンスなんですよね。本当に、まあ苦情を言いたい方とかあ、気分を害した方っていうのは、そのクレームすら入れずに去っていきますからね。ですんで何もないのかなと思っちゃうんですけども、一番そういうふうに、 ままりりががあある方はあ無言でで去っていいくととうことがありますんでやっぱり、まあ、今回はね別にお互いに契悪になるようなものでは全然ないですけどもこうだよああだよあそうだったんだねぐらいのね、まあ、そういうふうなあ道のりの一つなのかなと思っておりますナミさんいつもありがとうございますえそしてこれからもよろしくお願いしますということでねこの10年なんですけどもナミさんが言うようにあの私はねスマホアプリっていう触れ込みが良かったんじゃないかなと思うんですよ山口竜久さんのね だって、スマホのアプリって、どうやって作るんだろうって、私、興味がありましたからね。アプリ作りたかったですからね。で、私のイメージするアプリっていうのは、なんかゲームとかね、あんな感じだったんですよ。で、聞いてみると、スマホアプリとは言うけれど、電子書籍のことなのかと思ってね。あ、こういうふうな表現の仕方は、なかなかいいなと思ったのが最初なんですよ。それからこれは、えっ、ー、と、サポート、フォローアップライブか。フォローアップライブでも質問したんですけども、 まあ、電子書籍をアプリ化するのはいいんだけども、別にブログに文章が書いたとも同じじゃん。これ、何なんですかって聞いたことがあったんですよ。ね。そしたら、まあ、ブログでもアプリでも同じですよ、と。でも、ブログなら読まないけど、アプリなら読むってことがあるんですよ、みたいなことね、言われたような気がして。あ、媒体を変えると受け取りやすくなる人もいるなって、確かにね、そうなんですよ。うん。ブログで読む。メールマガジンで読む。LINE。 アットで読むどれも一緒なんでですよでもこれだったら読むんだけどこれだったら読まないっていう墨分けは確かにあるなと思いましたねそれから似たようなものでこの人からなら受け取りやすい情報でもこの人からだったら受け取りにくいみたいなのもあるんですよね。新聞に書いてあると信用できないけどもある人がね新聞にこう書いてあったよって言ったらあそうなんだっていうふうに信用してしまうとかね。だかかららら情報っていうのは誰から発せられた っていうのもすごく大事だしどこから発せられたっていうのも大事で何が発せられたかっていうのは多くの人にとってはそれほど重要じゃないのかなと思いますよね。でも本来はどんな情報が知らされたのかっていうことが重要なんいしょうね。でとね。うん、私一時期ね橋本徹さんのね動画をよく見ていたんですけども橋本徹さんのトークっていうのはうん分かりやすいなとか受け取りやすいなとね。 えー、竹終わったようだなと思っていたんですけども最近はね北村弁護士ね北村弁護士の YouTube の方が面白かったりするんですよいやこの人はね本当表情が真面目じゃないですかうん北村弁護士ねそれで人情に熱いんですよまさに弁護士たる弁護士だなというところで北村弁護士の YouTube チャンネルすごく好きになったんですけどもね、まあ、橋本徹さんはどちらかというとタレント向きというかね明るくてにぎやかで はっきりしていて、劇場型でみたいな感じでね。あれはあれで面白い時期があったんですけども、同じことを発信していても、今は北村弁護士から聞きたいなというところですね。はい、そんな感じでね、ナミさん。改めて私思うんですけども、誰からならその商品買うかっていうのを結構あると思うんですよね。A さんが売れなかったけども、B さんだったら売れたみたいなのを、やっぱビジネスにあると思いますし、 ななんんか不思議なもんですよねねこれは、ね、だからみんなができてないから自分にも無理って思う必要はないのかなというふうなところで今日はあの考えてみようかなと思ったわけですよね。まあ、何にしてもねナミさんじゃなければついていけないよっていうふうなファンの方もいらっしゃると思いますんで、まあ、動画の本数ねあの単純に数で競えば そういうふうなことになるかもしれませんけども、まあ、ナミさんはねやっぱこう背景に生態をやっているというところがありますのでそこから発せられる YouTube には私にはない魅力があると思います、えー、ですんでね、えー、お互い学び合えるんではないかなと思いますしどちらかというと私が学ばせていただくことの方が多いような気がしますけどもこれからもどうぞねそっか塾久保哲郎お見捨てなくよろしくお願いします 毎日動画の方を送っていただきまして本当にこれもありがとうございますえー、送っていただくために私もね新たな気づきと発見があり日々成長と進化をしているように本当に実感しておりますそれではまた会える日を明日の動画で会えるかなとりあえずは、はい、ではまあご無理なくお疲れ様でございました